Yeah.
とバイオリン。君の寂しげな顔が遠くに映る夕日の中で、この胸を閉ざしてしまう。今頃他のやつならば優しい言葉で君を首を撫でて微笑んでいる。僕にはできないから、もしも寂しいなら僕のそばに置いて、君を抱き寄せるくらいしかできないけど、今の気持ち僕の心アカペラで歌えるけど、裸にされた言葉の意味は僕のわがままでしかない。今頃他のやつならば流行りのセリフで君を涙を拭いて口づけをして、僕にはもしも悲しいなら僕のそばに置いて、君を抱き寄せるぐらいしかできないけど、we'll be right back.
こんばんは、徳永秀明です。昨日も大変素敵な、コンサートをやらせていただきまして、今日が大阪城、2日目、まあ、とりあえず大阪とは今日でさよならという、このノスタルジアさんになります。まあ、そういう意味においては、まあ、昨日も言ったんだけど、毎回毎回いくつになっても出だしは震えが止まらない、マイクを持つ手が震えてる、そんな状況からスタートして、まあ、今日はなおいっそうすごくいい意味で緊張してるような気がします。緊張してる分、たくさんの人たちに素直な愛情、そしてメッセージを今日は送れるんではないかなと思います。今日は本当にたくさんの人たちが入ってくれて本当に心から感謝しています。初めて見る方、そして何度見る方ね、今日が初めて見る気持ちで皆さんにも見ていただきたいし、自分も今日が初めて皆さんの前でやるような気持ちでやりたいと思います。最後までゆっくりと楽しんでいてください。Thank you.
Navigation.
Thank you.
ノスタルジアツアーも1月12日から始まって、もう今日が残すところあと7本いよいよここまで来ました。本当にね、ありきたりの言葉しか言えないけども、
こうやって会場に足を運んでくれる皆さんが、いるから自分もこうやってやってくれたわけで、去年ワンオブゼムというツアー中に声帯ポリープを起こして、伝染性胆管症という、あれは忘れもしねえな、大阪城ホール終わった後に、40度の熱が出て、それから5日間か、そういう状態を繰り返したりとかでね、結構コンサート飛ばしたりしたんでね、その後になんかまあストレスがいっぺんに出てしまって、2、3ヶ月体が思うように動かない時期があって、ああ俺の人生はこれまでなのかなというふうに、そういうふうに思ったことがありました。ただそんな中で、まあ日頃俺が言ってることなんだけどもね、一生懸命生きる、生きるということを自分もまあ自覚して、それでツアーに挑んで、けど最初の頃はまだまだ、本調子じゃなくて、それでもそこにいる皆さんの拍手とか、エネルギー、それに救われて、ね、ずっと歩いてこれたような気がするし、本当にみんながコンサート会場で待っていなかったら、俺は多分一歩も外に出れない状態だったんじゃないかなと思うんです。人間なんてね、所詮一人では何もできない動物なんだなっていうことをすごくその時強く感じました。それではノスタルジアツアーということで、いろんな自分にとってもノスタルジックなナンバーをお届けしています。プロになって、そうだな、一番この頃が苦しかった時期なのかもしれないね。人間関係も含めていろいろと、そんな時いつも自分のそばに歌があって乗り越えてくれた、そんな歌を聴いてください。どうしようもないくらい。Sabaita, Sagunda Mira
いですね。
当にね、僕らの生まれたこの故郷というか生まれたこの地にはこんなに素晴らしい歌があって、みんなが音楽とともに生きてきてるのにね、年取ってくるとその純粋な気持ち、ピュアな気持ちも忘れて、また音楽にも触れないような生活になって、すごく悲しいななんて思います。だからこそ、まあ、さっきから何回も言ってるけども、すごく心のふるさとをこうかきたてられるような、そんな歌をね、私は歌っていきたいなと思います。それじゃあ、僕の歌の中で少し童謡を意識して作ったナンバーがあります。聴いてください。翼の折れた恋心、千里の空で夢をぼぼろ、ああ切ないよ、I say ゆくれぼんやり揺れる影帽子、思いはいつも待ちぼうけ、ああ切ないよ、空高く背伸びして、明日いい日になれ、恋の花咲く頃は違う夢見れるけど、片思いするよりも辛い夜もあなたの想い、月のよう光の雫流れ星、彼方へ散るは夢のよう、ああ切ない、窓開けて深呼吸、明日いい日になれ、恋の花
咲く頃は
It's a lonely night.
行く先は無邪気な子供たちの幼すぎる憧れさえ取り上げてしまうのが失くした愛の言葉戸惑う話の行く明日へ信じ合えるならば間に合える君を抱いて心をやる変わらない音を止めて When say きらめく月は照らすよ重なる影を空にかけああ夢を届け死んだ間指先だけわずかな夢の続きだけ
大人になったからなのか、ベッドに置いていた初めて買った黒いラジオ、いくつものメロディーが、いくつもの時代を作った。思春期に少年が大人に変わる道を探していた。汚れもないままに飾られた行き場のない押し寄せる人並みに、本当の幸せ教えてよ、壊れかけのレディオ。いつも聞こえてた、いつも聞かせてくれてた、眩しい空を見た、かすかな雪が生まれた。ラジオは知っていた、僕の心をノックした。恋に破れそうな胸、優しい風が手を振った。街を背に星を眺めていた。汚れもないままに遠ざかる公共の空、帰れない人並みに、本当の幸せ教えてよ、壊れかけのレディオ。次のことも分からずに迷子になりそうな夢、素敵な歌が導いた。思春期に少年が大人に変わる道を探していた。
ってきた時代を間違えたなんて言わない。あなたにもあなたの良さがある。逃げ場のない自分を慰めるだけで涙こぼさない。卑屈になっていく夢の傍らで笑顔取り戻しない。人の幸せだけを見てうつむかないで。人には言えないこともあり。眠れない夜を死に物狂いで越えた男もいりゃ、裏切りに絶望の淵を渡り歩いた女もいて。Try again. 目を覚ませよ。空は青い。Whoa, whoa, whoa. Try again. Over again.
あ、どうもありがとう。やっぱりあれはね、2日間この1万人近く入る会場でやるとやっぱり普通の会場のさ2倍ぐらいのエネルギー使うから、まあけどあのすごくなんていうのかな、心地よい疲れ、よくね、そんなあの本当にね、そんないい疲れが残ってます。前回はセンターステージでやった時はもっと大変やったけどね。だけど今日も本当にあのね、2階席っていうかスタンドかね、まあいろいろとね、見にくいとことかね、あんたらあのその辺とかあの辺とか首こんなんやから疲れるやろな。帰るときこのまま帰らないようにしや、このままもう戻してちょっとね、ほんまにあのすごく感謝してます。アンコール、あの普通アンコールというと明るい曲で、始まるんでしょうか。まあ、さっきも話したけどすごく苦しい時期があってね、で、まあ、変な話なんだけどその時期にできた曲があったんです。それがアルバムに入れることもできなかった曲で、その曲を作れた時に、あ、俺はコンサートツアーに出ていけるんだなって自分でそういう自覚をしました。その曲のおかげで今が本当にあるように、皆さんがいるからあるようなのと同じような思いの曲です。まあ、僕らがちょっと考えていかなきゃいけないようなことを歌ってるかもしれませんが、今日はあるだけの思いをこの曲に乗せてみんなに聴いてもらいたいと思います。ノスタルジア。どこを見てやる？たゆまない抽象に心を痛めて生きていく上でルールがあるとすれば、それは何かをしない、それでも笑っていなきゃいけない。満員電車に揺られて明日を生きることだけのために、働く働く何かに取り憑かれたように、狂って狂って、そして自分子供の殻に見た夕日が今も心の中で輝いている。胸に手を当て訪ねる場所にきっと僕らへ答えが待ってる。綺麗だという奏で帰るものだけを贅沢だと、そして親のことを尊敬しない子供が生まれる。僕らが悪いと都会のネオンに見せられて行き場を失い、今でも騙され嘘をつかれ、遊んで遊んで
突然壊された夜に初めて初めて気づいた自分に自分に自分に子供の殻に見た夢の話記憶の中で輝いている胸に手を当て訪ねる場所にきっと僕らへ答えが待ってる子供の殻に見た夕日の中で僕らはいつも輝いていた胸に手を当て訪ねる場所にきっとみんなと同じ答えが待ってる子供の頃に見た夕日の中で Mariato。どうもありがとう。